皆さん、こんにちは、大地です。まん延防止などというものがね、出てる地域もまたちらほら出てきましてね、生活とかお仕事不便されてる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、いかがお過ごしでしょうか。まあ私もいろいろありますけれども、まあでもオンラインは逆に便利になったね、すごくね。今もトレーニングやってたけどさ、もうね、映像も綺麗だしね、チャットだのビデオ見せ合ったり資料見せ合ったりしながらね、いろいろ教えたり検討し合ったりね、いろんなことができるから、まあ素晴らしいですね。でまあ頑張りましょうということで、で今日もね、コーチング見てて、思ったことを皆さんにもシェアしますけどね、今日のコーチね、すごいね、なんか一緒にやろうっていう感じが強いコーチで素晴らしかったんだよね。でコーチングって共同発見のプロセスなので、でやっぱりなんかこのコーチとこのクライアントだからこそ生まれる結果っていうのがもうあるんだよね、必然的に。まあそうじゃないと、まあ別にそうじゃないコーチングもできますよ。もう形式決めて、もう反応の仕方も決めて、これしかやらないっていうのはね。でもそれでもやっぱね、微妙にね、人間だからね、その人なりのなんか考えとかね、コーチなりのね考えとか価値観とかやっぱりにじみ出ちゃってでとか、その人との関係の中でね、クライアントが動いちゃいがちだから、やっぱり誰がやっても同じコーチングっていうのはなかなかならないし、でむしろならなくていいと思うんですよね。なんか二人で作っていく。でね、そのね、今日見せてくれたコーチがね、最初にやったのがね、今のあなたの心の状態と体の状態をそれぞれ10点満点でね、表すとしたら何点ずつですかって、何点何点って言ったんだよね。でそれってなんか普段と比べてどんな感じなんですかみたいなこと言った時にね、いやちょっと普段よりはなんか体が疲れてるかなとかね、ちょっとこわばってるかなみたいなことをクライアントが言った時に、じゃあちょっと一緒に深呼吸を何回かしてみませんかとか言って、まあ別に普通のことっちゃ普通のことなんだけど、でも相手の状況を聞きながら、で相手に何かやってもらうじゃなくてね、一緒にこんなことやってみないって言って、何回か一緒に深呼吸したりとかってしながら、でコーチングに入っていくみたいなとこから始まってさ、でちょっと一緒にこんなこと考えてみませんか、こんなことしてみませんか、じゃあ一緒にやりましょうとかさ、一緒にイメージしましょうとか、とにかく一緒にっていうのが多くてさ、いやすごいなと思うんですよね。認知行動療法とかの世界ではね、共同実証主義なんていうね、関わりに関するこの表現がありますけれども、セラピストとクライアントで共同して、で実証、なんか何がどうなってるのかとか、何が効果するのかとかっていうことをこの、まあ、確かめていくとかね、明らかにしていくっていうことですけど、コーチングもそうで、コーチとクライアントが一緒になってね、その人の今現状どうなってんのか、で本当に大切なのは何なのか、じゃあどんな状態を目指せばいいのか、そのためにどんなやり方があるのか、で何をやったらどうなるのか、でどれを選択するのかっていうのをこう一緒にチェックしていくっていうことですよね。でやっぱりコーチが本当に一緒にやろうとしてる、一緒にやってくれてると思うと、まあクライアントもね、受容されてるとかね、一緒に考えてもらってるとかっていう気持ちもあるだろうし、で、まあ、勇気が湧いたりとかね、刺激になったりとかね、だから一人で、まあ、コーチの命令でさせられてるっていうよりはね、また違うことが起こるんじゃないかなということで、それがすごく魅力的な、コーチングでしたね。皆さんもよりなんか一緒にやってる感じにするにはとかね、一体感あってコーチングセッションするためには、なんかどんな関わりが、最初にコーチングをどんな風に説明したらいいかとかね、だから別に自分の自己紹介ね、相手になんか最近の話聞いたら自分も最近の話するとかしてもいいんだよね。僕もなんかコーチング始まってから何分かはね、それとお互いになんか近況話したりとか雑談したりとか、なんか自己紹介したりとかね、なんか最近の面白いこと話したりとか、なんかそういう時間に結果としてなっちゃってるけど、でもそれも一体感作ったりとか、一緒に何かやっていく、横の関係で一緒にやってるって感じには貢献してくれるんですよね。そういうところから始まって、あとセッション中の声掛けとかね、質問の仕方とか、ワークだと一緒にやってもいいしね、なんかね、ここまで気がついたこと書き出してくださいってやりたいんだったら、一緒に自分もここまで気がついたこと書き出してシェアして付き合わせてみたりしたらいいんだよね。で一緒にやれるっていうことはいろいろあると思いますから、ぜひぜひ考えてみて、効果がありそうなのがあったらやってみてください。それではまた、バイバイ。